皆さんこんにちは。 LD プレイヤーチャンネルへようこそ。今日は日本で大人気の FPS ゲーム Apex Legends のモバイル版 Apex モバイルを PC でプレイする方法をご説明していきます。 Apex モバイルを PC でプレイするメリットは、大画面で Apex モバイルをプレイすることが可能、キーマウ操作ができる、携帯のバッテリーを気にせずにプレイできるなどが挙げられます。キーボードとマウスで操作を行うキーマウ操作は、すでに PC 版でプレイしているユーザーにとっては普段とあまり変わらない環境でプレイができるので操作がしやすいと思います。敵に標準を合わせる動作も行いやすいのでおすすめです。早速どのようにして Apex モバイルを PC で行うかをご説明していきます。まず必要になるのが Android エミュレーターの LD プレイヤーです。 LD プレイヤーは PC で Android アプリを起動できるソフトで無料で利用することが可能です。もちろん有害なプログラムなどは入っていないので安心してダウンロードしてください。 LD プレイヤーのダウンロード方法ですが、概要欄のリンクから LD プレイヤーの公式ホームページへ行きダウンロードをしてください。インストールが終わったら LD プレイヤーを起動してみましょう。 LD プレイヤーが起動できたら、まずは Apex モバイル用に設定を変更していきます。 LD プレイヤーの右側にあるメニューバーから設定をクリックします。まずは解像度の設定を変更します。 1920×1080 に変更しましょう。これにより Apex モバイルを大画面でプレイすることができます。ゲーミング PC などのスペックが高いパソコンをお持ちの方は、上級設定の中にある垂直同期を有効にしてみましょう。設定を行った方が画像のカクつきがなくゲームが行いますが、 PC スペックが低い場合だと逆にカクつきがひどくなる場合があります。次は Apex モバイルをダウンロードしましょう。ホーム画面にある LD ストアをクリックします。右上にある検索欄に Apex と入力し検索を行いましょう。見つけたらインストールをします。インストールが終わったら Apex を起動します。一度 Apex モバイルで遊んだことがある方は、そのアカウントデータを入力することで一緒のデータでプレイすることができます。初めての方はチュートリアルをクリアしましょう。LD プレイヤーではデフォルトで Apex 用のキーマッピングがされており、 WASD で移動、左クリックで射撃が行えます。その他のアクションもキーが割り振られています。キーマッピングの編集方法はメニューバーにあるキーボードボタンを押してください。まずおすすめするのがシューティングゲームの視点移動を追加することです。これを追加することでマウスの移動だけで視点を動かすことができます。任意の場所にキーを割り当てるのがおすすめです。初回起動の方はチュートリアルが終わった後に射撃訓練場で調整することをおすすめします。次にグラフィックの変更を行いましょう。ホーム画面右下の設定をクリックします。グラフィックとオーディオから画質やフレームレートを変更しましょう。個々の PC スペックに依存するため、お使いの PC に合わせて変更をしてください。ちなみに LD プレイヤーは PC で設定しているマイクが使用できるので、ボイスチャット機能も問題なく使用できます。いかがだったでしょうか。この動画がためになったらチャンネル登録とグッドボタンを押してください。またの動画でお会いしましょう。